そういえばさ、俺最近意味が分かると怖い話っていうのにハマってんねんな。普通の話やけど、ようよう聞いたらめちゃくちゃ怖いみたいな。そう、それでオリジナルのやつ作ったんよ。あ、そうなの。ちびんなよ。僕ね、最近生まれて初めてファンレターっていうのをもらいまして、いいや、それが実家に届いたんですけど。実家に？何が？実家の住所を公表してんの。何が？いや、実家の住所を公表してんの、実家に届くわけ。何が？で、それで実家に届いたファンレターを読み終わったんですよね。これわかる？なんでそのファンの人、俺の実家の住所を分かったんかな。言った！え、俺それ言ったよ。で、え、一応もう一個あんねんけど。もう一個じゃなくて、最近ね、新しいアパートに住み始めて、そこの親さんがすごい話しかけてくんねんな。そうな。で、その人が、山本くん、カップラーメンばっか食べないで野菜も食べなさいよって言うてくんねやんか。あれわかんの、それ。何が？ゴミ漁られてるってことじゃない？何がめちゃめちゃ怖いよ。何がで、俺自分の部屋戻ったんよ。これわかる？その親さん、なんで俺が食べるものを把握してんのかな。言った。俺もそれ指摘したよ。うん、意味むき出しなってんの。いやな、だから意味分かりすぎたな。お前は意味分からへんけど。あ、帰るわ。え、帰ったよ。